名作かそれとも名作かヒーラーガールーということでね、今回は、えー、今期のね、オリジナルアニメ作品、ヒーラーガールという作品の話をしていきたいと思います。 これなかなかやばいですね。どういう話かって言いますと、西洋医学、東洋医学と並ぶ第三の医学、音声医学っていうのが普及している世界のお話ということでね、歌うことで医療行為を行うヒーラーたちっていうのは、歌声で傷を処置して、時には患者の、ね、精神を安定したりとかね、そうやって活動している人々、ヒーラーを描いた作品となっております。RPG とかのね、ファンタジー世界では、時折ね、歌を歌うことによって人の傷を癒したりするっていうこと ことはあったりするんですけれどもね。まあ、これはそうではなくって、現代の世界にそういうファンタジー的なものっていうのがもう根付いているよ。っていう世界のお話なんですよね。うんですのでね。ちょっと今までの当たり前の視点から見ると、ちょっとずれたようにも見えてしまう。っていうところでね。なかなか難しいところがあるんです。けれどもね。うんでなんでね。どういう歴史を歩んでいって、こういうところに至ったのかだったりとか、どういう理屈で、なぜ人の傷は癒されるのか、歌によってみたいなところの説明って、この作品ってそこを長々と説明したりすることって。一切 ささないんですよね物語の中で自然と入れてくるっていうところがですねあのすごくよくって例えばその学会とかでね何ヘルツでうんたらかんたらみたいな話があってねあここら辺で科学的にこの歌っていうのは分析されてこういう意味でその音声医学としてなってるんだなっていうのを断片的に知れたりとか話の中で天調ってね歌の中で天調する必要がうんたらかんたらみたいな話があったりするんですけれどもぶっちゃけほぼね説明がないのでその話をしてる時は何かわかんないんですけれども後半の方に行くとその天調を使って で、ま、実際に行うんですよね。で、何が何でどうなったかよくわかんないんですけれども、なんかわかっちゃうんですよね。絵的に説得させる力があるというか、そういう部分でね、絵で伝えるっていう、このアニメーションの一番強みっていうのがすごく出ているなっていうところでございましたね。そして、あの、この会話の面白さっていうのが存分に詰まってるなというか、この作品ってミュージカルアニメーションって銘打っているんですよね。ですので、話の中でいきなりキャラクターが歌い始めたりとか、踊りながら歌ったりとか、そういうのってしょっちゅうあるんですよね。第3話に至るとですね、むし 歌っっってててるる方方ののが多いいいいいうううううねねねなんんじゃこれれ、ね、新しい体験というか、ね、そういうものをさせられるんで、すよねでそうなった時に歌が多いとどうしても話のテンポ遅くなるんじゃないのって思うと思うんですけれども逆なんですよね。めちゃくちゃテンポが良くって歌うことによってより話の情報密度っていうのは濃くなってくるっていう不思議な話なんですよね。で、まあ、そしてね、まあ、中心にあるね音声医学っていうところのな実際の治療シーンみたいなのが描かれていくんですけれどもこれがなかなか独特でございましてねなんかもうなんだ固有結界だから領域展開みたいなですね 歌い始めたら、イメージだ、イメージが進化していく、みたいなね。わけわかんないんですよね。そう、歌い手によるイメージによって何か色々変わってくるみたいなね、うん。そういうのが、その映像として表現された時に、なんかめちゃくちゃスピリチュアルなんですよね。映像がすごい独特すぎて、もう、わけがわかんないんですけども、なんか圧倒させられちゃうみたいなね。これ見てて笑っちゃったんですよね。でもこの笑いっていうのは呆れの笑いなのか、それとも凄す,すぎて笑うしかないの笑いなのか、自分でも理解できなくてですね。本当になんか、独特な作品だったんですよ。 うんまあ、全体的に言うとそんな感じでね、まあ、作画の方もかなりいいです。そしてね、メインとなってくる、その、歌の部分ですよね。その歌の歌唱力めっちゃ高いので、その点でもね、入り込みというか、のめり込み度は高い作品なのかなと思いました。ということで今回は、ヒーラーガールというアニメのね、感想を話していったんですけれども、えー、これが最終的にどうなるのか楽しみですね。えー、名作になるのか、それともね、名作になってしまうのか、非常に気になるところなんですけれども、まあ、現時点だと僕は相当いい作品だなと思って見ております。はい、キャラもいいです。 歌もいいですし掛け合いも面白いいいとと、まあ、申しもなななんじゃないかなとは個人的に思っていますでもね、やっぱこのノリが結構独特なのでね、合う合わないは相当個人差分かれると思います。ということでね、今回はそんな感じでね、こっちのヒラー面白いぞということでございました。えー、皆さんどうも皆さんぜひともコメント欄にお願いします。それじゃあまた。